マツダの米国法人北米マツダは12月18日 CX5 の 2016.5 年モデルを米国市場で発表した。CX5 は2014年11月、米国で開催されたロサンゼルスモーターショー14において、改良新型モデルをワールドプレミア。2012年に発売された CX5 にとっては、デビュー以来、初めての大幅改良車となった。その内容は、内外装の変更、安全装備の充実、新世代ヘッドライトシステム、アダプティブ LED ヘッドライト ALH の採用など。7インチのタッチパネルモニターを核とした最新の車載コネクティビティ、マツダコネクトも設定される。今回、米国で発表された2016.5 年モデルは、2016年モデルと2017年モデルの中間的意味合い。大幅改良から約1年と日が浅いため、小規模な変更にとどめている。 2016.5 年モデルでは6速 AT 全車にリアビューカメラを標準化。上級のツーリングおよびグランドツーリングにはナビゲーションシステムを標準装備している。